はい、嬉しいです。元気育ちやっていきます。よろしくお願いします。まずはチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。さあやっていきましょう。前回ね、降格のピンチをなんとか踏みとどまったので、結局ここで負けると次また降格戦になっちゃうんで頑張っていきます。もう少しね、守備寄りの意識を強くした方がいいんじゃないかと昨日寝る前に考えたんですけど、こんなあからさまな染め手には自敗を切らないとかね、そういう守備的な意識を持っていこう。初でいいね。あとはトンとかね、こっちから切って楽をさせないとかね、そういうことから。お、乱造が出てきたね。もう余ったんだね。そしたら想像は捨てない。1発った。降りる。これは降り、戦える手じゃない。9万でいいか。吐く。安牌があるか、 E ピンがあるか。あ、3ピンでも大丈夫。手出てない。 E ピン、トチョトシ。カミちゃんも降りてんのかな、どうだろう。安牌がない、安牌がない。筋初は大丈夫。あー、ここまで頑張って積もられちゃうのか。リーズもいいペー、わかんねえ。いっぱいドラ、いっぱい跳ね番。守備の意識、こういうハイパイの時は無理して上がらなくていい。本当か。あー、もうでも本当に昨日負けまくって悔しくて悔しくてなかなか寝れなかったっすよ。トイメンがホイツっぽい。守備の意識、自敗を泣かせない。いやー、自敗が多い。トンからトン、はい、すいません、守備の意識が全然ないです。トン泣いていく。どこの守備の意識だよ。あー、面白い。チュンも捨てていく。トン、あ、チュンが余ったね。ローピンが先に出てるね。ね、はい、ラグったね。あー、ソーズがバシバシ余っていく。緩はしない。あ、守備の意識があればね、トンとか泣かせるのが意味わからないんだけどね。マンガウン、口で言ってることとやってることが全く違うけど、まあその辺はご容赦ください。ぜひね、コメント欄とかで指摘してもらえると嬉しいです。やっと落ち着いて打てそうだな。ゴー、はい、守備の意識また発動。ピンズは切らないぞ。赤腕てくんの、どういうこと。守備の意識的には支配はダメだ、やめろ。あ、E ピン通るね。わかんねえ。もうじゃあ守備の意識、ピンズは捨てない。あー、俺も染まってきちゃったんだけど。うん、いいや。パ
ーピンがない、初出てない、じゃあ9ピンだね。あー、はい、降ります。大暴れじゃねえか、トイメ。どんだけ暴れんだよ。あいつはつかない方ね。はい、だ裏ドラ暴れすぎ。ちょっと待って、守備の意識うんぬんじゃねえよこれ。このままじゃさ、同点で終わっても俺の負けじゃん。じゃあシフト、攻撃の意識、なんつうの、攻撃の呼吸みたいな、わかんねえ、鬼滅あんまよくわかんない、すいません。あー初ー、あー泣きたい。チートよりはやっぱり、あー泣く、攻撃の方、なんとかの呼吸、攻撃の方、あー分かんない、ごめんなさい。なんでこれ、どうする。7、8切るより6切ってっていう意識だったんですけど、どうですか、間違いですか。あれ消え、それは分からん。ダメだ、守備の意識が足りない。え、また俺に守備を意識させる気か。もうそういうのはね、やめた、めんどくさい。じゃあどっちにしろもう後がないんでね、トーン泣かれるようがなんだろう、切ってくわ。チュンだけはね、どうしようかなっていう。チュンいく、これはね、数層引きがあるからね、残さなきゃなんないよ。ドン、ほら数層きた、3面じゃん。これが攻撃だ、守備の意識なんとなんて知らん。まあど、ああチュンなければ別にいいか。いや早く頼むって、積もれや。よし、リーズモピンフドラドラドラ、きた裏ドラ、ハネマウン。さあ立場逆転したぞ。これで俺にも振り込めないだろう、親だ、攻めよう。おっとドラが重なる、神茶を飛ばすには十分の火力。うん、どうしよう、いらない、うーん分からん、カビチャがトイメン何やってるかが分からん。うん、お、どうしよう、ウーピンは通るね、どっちにも。ってことはウーピンどっちかあんこで持ってる感じなんかな。あーチーピンミスった、そっか、うん、流れた。あれチーソーも出てない、競争泣かれてんのに。いやー守備の意識発動、もう降ります。
ラッピーも出てないもんね。あ、やっぱチーソーダメだよね。あ、やっぱウーピンもあんこだね。トイトイドラ。ふぅ、これがシビの呼吸だ。なんどうしよう。おーっと、こっち払ってくか。初も出てないか。出てないね。ポンポン。これさ、トイメンの親がさ、マンガン神茶からお山上がってもいいんだけど。あ、キューピーねえじゃん。やねんこれ。キューピーないんでしょ。どうしようこれ。ドラ持ってきたらどうする。あ、イーピン切りゃいいか。いや、持ってくんだよな本当に。上がりを逃したことになんのかな。どうだろうね。まあいいか。どっちにしろ9ピン2人ともいらないもんね。いや、降りないよ。よし、ドン。いや、降りないのはドラが自分のところにいっぱいあるから、お山はねえんじゃねえかという勝手な推測で降りなかっただけですけど、たまたま上がれた感じですかね今ね。普通にパーピン、チーピンから打っててもよかったっすけど。なん、泣け、上がれ、この親を蹴ってくれ。まあ一泣きしなかったっていうことはあんまり形が良くないんでしょうけど、トイメンをちょっとね、味方につけながらやりたいんだけど。いやー、どうしようどうしよう。一応ね、イーシャンテンにしときたい。チュン、今だね。そうですね、リーチはしない。親からのリーチはさすがにきつい。リーチ俺の中の何かが攻撃しろと今言った。なぜかリーチしたかった。そうだ、降りろ、降りるんだ、降りろ降りろ降りろ。はい、スロー。リーズもピンフ。いやー、息の根を完全に止めておきたかったんですけどね。この最後のオーラスがいらない。まあとりあえず染めてくるだろうよね、だろうよね、だろうよねってなんだよ。多分総ずれ染めてくるんだろう、ドラが使える方の色で。そういうのは切っちゃえばいいんだよ。そういうことだ。トイメンにも注意しながら。三品ないね。いらないけど。お、イーマン出てきたね。苦しそうだね。イーマンとか多分。あ、ペイが出てきた。2枚あるのから1枚落としてくるのかと思ったけど、そうでもなかった。初？初だね。羽根番苦しくないか。苦
苦しいよな。ドラ2枚もう見えちゃってんだから。あ、ドラ3枚見えたらもう怖くなくね。大丈夫じゃね。しかしそこは安全に行く男。ゴン、お、はい、降ります。こちらから降ります。リーチ、リーチくんのドラが出てきたよ。でもえ、大丈夫。リーズモーハク3アンコドライチ、危なっ、危ね。はい、なんとか勝てました。ありがとうございます。今回はね、守備を意識した結果こんな形になりましたけど、途中攻撃とか意味わかんないこと言ってたんですけど、ご容赦ください。はい、1個プラス。危ない危ない、負けたら次も降格のピンチだったところだから。はい、ありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。